前回の最初のお話で宇宙エンジンゴリ、スペクトルマンの大まかな概要と、悪役の宇宙エンジンゴリ、正義の超人スペクトルマン、そしてスペクトルマンに変身するガモー・ジョージ、ヒロインの遠藤理恵について簡単に紹介させてもらいました。今日はね、宇宙エンジンゴリと部下の軍人ラーの魅力などもう少し詳しくお話しさせてくださいね。これね、ゴリ博士はこのコスチュームで良いのですけれど、ラーはなんでこの格好の写真がレコードのジャケットに採用されているのか、まあ、特に意味はないだろうと思うんですけどね。日頃はこんな格好です。この服装は宇宙エンジンゴリの第3回青緑の恐怖の巻でですね、ラーが地球をうろついていた時の格好なんですよ。この時にね、ヒロインの遠藤理恵に一目惚れして抱きかかえてさらって帰ろうとしてね、ゴリ博士からバカ者、秘密基地の位置がバレるではないかと怒られています。さらにこっち、でっかいトンボ眼鏡のサングラスと、これ女性用なんですかね、おしゃれなつば広ハットかぶってますけれど、こっちだとさらにサイケデリックで派手ですよね。これは第4回ラー地球人を探るの時の服装。この格好でね、新宿3丁目のオスカーもうないんですかねの前の横断歩道を渡っていて、子供から指さされたりしてました。これ写真小さいですけれど、女子高生が公園でサンドイッチ食べてるところにラーが興味津々な画面ですね。奥にラーが映ってます。こちらは地下のゴーゴークラブに入ったところ。この後若者たちから目を取り囲まれてからかわれています。あとね、酔っ払いのおじさんに誘われて屋台でおでんと日本酒いただいたりとか、かなり興味深い、味わい深い場面が続くんですね。さて、3話と4話にはミドロンとゼロンという怪獣が登場しますけど、後で紹介しますね。第5話恐怖の公害人間、第6話美しい地球のためにでは怪獣が登場しなくて、これもラーが活躍します。子供の頃はですね、怪獣が出ないと物足りなく思えてたんですけれど、今見るとこの2話はすっごく面白くて、3、4話のラーも注目でしたけれどね、ここで怪獣が出ないことによってゴリとラーのキャラクター、またスペクトルマンと指令を出すネビュラ71の関係など、物語世界がとっても面白くよくわかるようになっています。冒頭からラーがバカモーンとゴリからお説教されたり、ゴリがあっち向いてる最中にね、ラーがとっても悔しそうなジェスチャーをしてるんですけど、ゴリとラーの絡みは役者さんたちのアドリブが回を追うごとにね、どんどん乗ってきて、ご本人たちも楽しまれていたそうで、スペクトルマンの楽しい見どころの一つですね。ちなみにバカモーンはガモー・ジョージも公害調査室のボスからしょっちゅう大目玉を食らっているので、ドリフのチョーさんとカトちゃんみたいなね、この頃のコメディータッチな演出の定番の空気なのかもしれないですね。さて、軍人ラー、ゴリの今回の作戦からスペクトルマンの目をそらさせるために、俺は怪獣じゃない軍人だと逆らいながらも、ゴリの命令で巨大化させられてしまうんですね。で、スペクトルマンのスーツアクターさんは上西浩二さんという方で、スペクトルマンの前にはウルトラセブンのアクターさんでもあったそうなんですが、スペクトルマンの番組ではエンジンラーの中身もセリフ付きでね、上西浩二さんが演じられています。第5話で巨大化したラーが大暴れしている時に、それを攻撃するジェット機のパイロットが意味ありげにアップになるシーンがあってね、今のは何だったのと思ったら上西浩二さんの顔出しだったんですね。第4話でおでんの屋台でラーに酒を飲ませて酔っ払いも上西浩二さんだそうです。小西真知子さんのインタビューでは、上西浩二さんはチームの明るいまとめ役ということで、他にもね、立石キャスティング担当とスペクトルマンでは番組のキーマンとして上西浩二さんが大活躍だったんですね。恐怖の公害人間、美しい地球のためにでは、巨大化したラーがスペクトルマンと戦っている間にゴリが団地のある家族をね、公害人間というものにしてしまいます。
公害人間の息を吸った者は公害伝染病にかかってしまって、ものすごい伝染力で人類を絶滅させてやろうというもの。ここでね、スペクトルマンとネビラ71遊星とのやりとりがスペクトルマンのもう一つの見どころなんですけれど、ネビラ71は公害伝染病から人類を守るために公害人間となった探知の親子を殺せ、躊躇なく殺せとスペクトルマンに命令します。ネビラ71、よくあるあの宇宙人の喋り方でね、スペクトルマンといった感じで殺せと迫ってくるもんですから、この非人間的な感じでね、この世界観、ヒーロー番組なのにただごとじゃないなと引き込まれました。ガモジョージの方は、待ってください、俺にはできない、時間をくださいとネビラに逆らうんですけれど、とうとう解任されてしまってフリーズしたスペクトルマン状態でふわふわと宇宙に戻されます。ゴリの側は、今がスペクトルマンを叩き潰すチャンスと、固まったスペクトルマンをね、宇宙空間と鳥取砂丘みたいな砂の惑星の荒野でボコボコにするんですけれど、これらと反撃の盾のシーンなど、このジャズブルース調のね、やたらかっこいい BGM と相まって、とっても面白く味わい深いです。これとね、第4話のスペクトルマンと宇宙エンジンたちの盾のシーン、もう流れがすごく考えられて工夫されていてですね、とっても印象に残ってますよ。時代劇なんかでも僕、悪者が大好きなんですけれど、悪代官と悪徳商人のお主も悪よの的なやり取りとか、もしかしたら宇宙エンジンゴリが原点かもしれないですね。やっぱりね、悪者というのは悪いことを企てる時には生き生きとして楽しそうなのがいいですよね。ゴリとラーの役者さんがノリノリのね、時にはこれコントかというような軽妙な絡みがとっても好きです。また悪者というのは物語の最後には必ず作戦失敗して悔しがらなくてはいけない、これとっても大事ですよね。悪者宇宙エンジンゴリ、楽しそうなゴリとラー、悔しそうなゴリ博士。カズミネ大二先生のこの漫画版でゴリの素晴らしい悔しがるシーンが見れるんですけど、ここからね、怪獣がやられました、グワンと、あ、わしのネオヘドロンが、拳がブルブルと震えてます。そしてね、くるっと向き直って背中を向けた、この3コマすごいですよね。カズミネ大二先生のセンスの凄さが現れてると思います。緩急のね、センス、一旦興奮が収まったかのように見せて、小賢しい貴様の新兵器でこの悔しさは絶対に忘れはせんぞ、必ず仇を取ってやる、バリバリっとね、もう唇を噛みしめて血が出てます。これさらにこの後も続きがあってですね、エンディングで怪獣の危機から助かった人々を見て安堵するガモジョージ、その肩をポンと叩く公害 G メンのボス、ガモジョージとボスは目を合わせてにっこり微笑んで、この回の終わり、もうね、この昭和のドラマの良さを象徴するかのような素晴らしいエンディングです。今ちょっと出たネオヘドロンという怪獣は13話14話に登場なんですけれど、その次の15話ではついに視聴率で裏番組の怪物番組巨人の星を追い抜いてしまったんですね。今のところね、怪獣抜きでもご紹介した宇宙エンジンゴリスペクトルマンのドラマキャラクターの部分だけでも、ああこれは人気が出ただろうなというのが伝わってくれてたら嬉しいです。動画サイトでね、公式配信とかやってほしいですよね。評判になると思うんですけど、公害 G メンのボス倉田室長、紹介するタイミングをつかめなかったんですけれど、テレビでは大平徹さんが演じられてます。
大平徹さん、今だと藤子不二雄 A 先生の笑うセールスマン、モグロ福蔵の声の人と言ったら通じますかね。スペクトルマン出演以前にはスーパーマン、クラーク・ケントの吹き替えをされていたりと、キャリア豊富な俳優さんなんですね。漫画のネタついでに、前回ね、谷岡康さんのお話をした時に、オラオラオラの元ネタの他にもう一つ忘れてたんですけど、ダサいってあるでしょ、あの言葉を作り出したのも谷岡康さんだそうですよ。なんかね、酔っ払って人と話している時に野菜と言おうとして舌が回らなくてダサいになってしまって、それ以後かっこ悪いやぼったいものをダサいと言うようになったと。懐かしの漫画面白い外し、平成4年1992年の本ですねに書いてました。今回はね、ちょっと長くなってしまったので怪獣の紹介ができなかったですけど、また次にやりますね。それじゃあまたお付き合いくださいね。